さん、こんにちは。新型コロナウイルスの脅威が今もなお続く中、我々青年会議所は大きな役割を社会に求められています。そこで本日は新型コロナウイルスワクチンの普及について、我々青年会議所に期待されることを担当大臣である河野大臣からいただきたいと思います。それでは河野大臣、よろしくお願いいたします。ジェシーの皆さん、こんにちは。ワクチン接種を担当している河野太郎です。7月末には今ワクチンを打っていただいている高齢者の方の接種が終わる予定です。その次はいよいよ現役世代に打っていただくことになります。このワクチンはインフルエンザのワクチンよりも副反応が強く出ます。しかし新型コロナウイルス感染症の発症や重症を抑える意味で大変効果のあるワクチンです。若い方にもぜひ打っていただきたいと思います。新型コロナウイルスの感染症はどちらかというと年齢の高い方の病気だと思っている方が多いかもしれません。しかし若者もコロナに感染します。そして問題なのは、コロナから治っても味覚障害とか、あるいは嗅覚障害、脱毛といった後遺症が出てきます。後遺症がどれだけ続くかなかなか分かりません。そういう意味で若い人にもこのワクチンを打っていただいて、コロナに感染しても発症しない、重症しない、その備えをしていただきたいと思います。どうぞ皆さんの順番が来たらしっかりと打ってください。そして皆さんの仲間、あるいは職場の皆さんにも進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。メンバーの皆さん、ワクチン接種はもちろん自らの感染のリスクを減らすという個人のためであることは間違いありません。しかしもっと重要なことがあります。それはワクチンの接種が普及することで社会としての感染リスクを減らすことができる、つまり公に資する運動なのです。そのために私たちがしなければならないこと、まず正しい知識を身につけましょう。そして若年層や青年世代へのワクチン接種へ理解を促す、また高齢者の接種のサポートをしましょう。もちろんワクチン接種には様々な意見があるかと思います。しかしどんな状況であれ、明るい豊かな社会のため、つまり公のために、私たちにしかできないことをするのが青年会議所です。この近年まれに見る未曾有の危機的状況だからこそ、乗り越えた時には輝く未来がきっとそこにはあるはずです。今まで様々な災害を乗り越え復旧してきたこの国には、この危機を乗り越えるだけの力が必ずあります。私たちも政府とともに力を合わせ、この危機を乗り越えるため先頭に立って新型コロナワクチンを推進しましょう。真に持続可能な国へ、乗り越えよう日本。